だったのか。スケサケシで、この距離で頭の下に天脈のような感触があることを見て、そんな変な確認しなくても膝枕よ。寝心地悪くない？これより贅沢で極楽の枕、俺知らないね。いろいろとどうなったか聞いてもいい？いろいろとどうなってるのか聞きたいのは私の方なのに。俺やっと戻ってきたんだな。長いこと夢でも見てた気分だ。悪い夢を。いや違う、いい夢だった。いいリアルだった。あの日君は俺にどうしてって聞いたよな。どうして助けてくれるのか、どうしてそんなにいろいろ頑張るのか、どうしてなのかって。エミリアが好きだから、俺は君の力になりたいんだ。自分の嫌いなところを10個言うなら、俺は君の好きなところを2000個言う。俺は君をそうやって俺の特別扱いしたいんだ。されて嬉しい特別扱いだって生まれて初めて。どうして2000個なの？俺の気持ちを表現するのに100倍じゃ足りねえからだよ。嬉しい、本当に嬉しい。誰かに好きだなんて言ってもらえる日が来るなんて考えたこともなかったから。私どうしたらいいの？スバルがそうやって私に気持ちを伝えてくれてるのに、私何をしたらいいのかわからないの。焦んなくていいよ、すぐに答えを欲しがっちゃいないから。いずれちゃんとした形で、しかも OK もらうのは俺の中で決定事項なんだし。いいわよ、私が、私のあんたがこんな嬉しいことばっかりしてもらって、こんなに幸せな気持ちで贅沢な思いなんかして。いいじゃん、しようよ贅沢。幸せなんかいくらあったってごまやしないんだし、あふれ返って思ったら配ったらいいしさ。ゆっくりでいいよエミリア、ゆっくりじっくりのんびりと俺を好きになってくれたらいい。君の隣で歩きながら君をメロメロにできるように頑張るから。ありがとう。